時代が変わったら私にもなんかできるかな。連続テレビ小説梅ちゃん先生。ヒロイン下村梅子はちょっとドジな女の子。舞台は戦後の東京蒲田。そこは辺り一面焼け野原でした。下村家は6人家族。父健三は医学部の教授。家族を支えるのはいつも笑顔の母よし子にたくましい祖母まさえ。梅子は3人兄弟の末っ子。才色兼備の姉松子に医学生の兄竹雄。一方梅子は。梅子が作ったのよ。なんだこれは。こんな渋いものが食えるか。梅子は余計なことするな。小竹梅の梅よ。松や竹より下。梅の花は春一番。桜よりも先に咲いてみんなに希望を与える花だ。そしてこの少年との出会いが全てを変えていくことになります。ダメ、生きるのよ。初めて見る医者としての父の姿。梅子の胸にある思いが芽生えます。私、城南女子医専を受けます。医者という仕事を舐めてる。自分の人生は自分で決めて。とことんおやり。お母さんがついてるから。頑張れよ。諦めたよ。欲望に忠実に生きるってのはいいもんだぞ。さまざまな人たちとの出会いの中で梅子は少しずつ成長していきます。頑張れ梅子。負けるな梅ちゃん。はい。連続テレビ小説梅ちゃん先生。